佐々木朗希、メジャー移籍は7年か8年後です。え、大谷選手ってもっと早く行ってますよね。そうそう、大谷が、はい、メジャーに移籍したのは、2017年の12月にポスティングです、はい、ポスティングを使った選手で成立したのがね、はい、2020年有原、はい、で19年筒香、うん、山口翔、うん、で18年菊池雄星、はい、で17年が大谷で牧田、うん、で15年が、前田健太もポスティングで行ってますけども、ポスティングって何年経たないととかないですよね。でポスティングは、はい、まあ一つの要素としては球団が主導なんで、球団の許可がいるから選手だけの力ではいけないですね。あ、そっか。選手だけの力で行くには FA、はい、まあ、簡単に言えばポスティングはメジャーからの入札、今制限あるんで、それでも数十億円が入札制度でもし高かったら行われて、はい、でそれが球団に入って、でプラスアルファ選手と契約だから、はい、球団もその選手をまあ売るんだね、うん、まあ、分かりやすく言えばね、はい、メジャーに売って、うん、収入を得るのがポスティング、はい、FA 取った場合はメジャー移籍簡単にできるんですけども、うん、でも球団に1円も入ってこないんですよ、はい、何も、うん、こう海外 FA は、うん、国内だとその人的保障とか、はい、年俸の 80% とかあるんですけど、うん、メジャー移籍は何も入ってこないんで、はい、だからもう本当ただ売りみたいな感じですね、うん、本人が権利を持ってるからそれを、ね、そうそうそう、はい、できるっていう。で、FA 権っていうのはメジャー全球団と交渉できるんですね、はい、でポスティングっていうのはその入札制度で行われて、うん、その入札を取った球団から、うん、昔は1球団しかダメだったんですけど、今はちょっと複数球団できるらしいんですけど、だからその限られた球団の中でしか交渉できない、はい、けど FA 取る前に行けるのがポスティング、うん、もう全て自由に行けるのが FA、うん、はい、っていうのが大きく違いがあるんですけど、うん、もしこのままうまく育っていってね、はい、元気で育っていっても今のままだったらもう30前しかメジャー行けないです。海外 FA 権って条件って何ですか？9年です。9年、はい、その佐々木朗希は、うん、去年とか投げましょうとか はい、されてるんで、うん、1年150日換算で1年なんですよ、はい、で150日自分に在籍しないと、うん、多分まだ2年になってないんですよ。これが9年分、だから1350日行かないといけないです。今のままだったら10年かかるです、 FA 取るのに。だ今から佐々木朗希投手が、まあ、今年みたいにうまくいって、うん、こう海外経験取るとしたら、今から取るとしたら今年から多分10年、今年21歳だから、はい、多分30歳の年だね。30歳、はい、31歳になる年に FA。 ティングは、うん、別にいつでもいける。いつでも球団の了解が得ればね、許可を出せばいける、いける。あ、じゃあもしかしたらそのもうちょっと早く、うん、もっとこうなんか息がいい、うん、25、6歳とかでじゃあ球団 OK っていけるんじゃないですか。まあ、いけるんだけども、うん、過去の例を見てると、はい、ある一定の条件を満たさないとポスティングってさせてくれない。で、一つの条件は、はい、うん、FA の取る1年前、あ、1年長くいたら FA で行けるけど、はい、でも球団に1円も入ってこないから、はい、1年早く行かしてやるけどポスティングどうですかみたい な、 あ、なるほど。で本人としては1年でも早く行きたいじゃん、はい、だからポスティングでみたいな、うん、そしたら球団にもお金入ってくるし、選手も1年早く行けるし、うん、まあウィンウィンだね。もう1年待ったら選手はフリーで全球団と交渉できるけど、はい、球団に1円も入ってこないんで、うん、海外 FA を取る1年前にポスティングどうですかっていけるパターンが結構多いんで。もう一つこっちが一番重要な、この条件をクリアしないとポスティングしてくれない、はい、チームが優勝する。正解です。うわ、本当ですか。この見てでも、はい、じゃあ菅野もね、まあ、優勝させたじゃないですか、まあ、西川もポスティング不成立だったんですけど、うん、日本ハム優勝させてますよ、はい、で山口もそうだし、はい、で菊池も不成立だったんですけどポスティング、はい、でもカープ3連覇優勝させてるじゃないですか、はい、で菊池雄星も西武で優勝させてるし、はい、大谷も日本ハムで優勝、うん、マークも優勝して、全員が全員じゃないけど、うん、基本的には優勝したらいけるのよ。まずはその選手をなんでドラフトで取ってきたかってことを考えたときに、はい、チームを強くするために、チームを優勝させるためにその戦力を取ってきて育て上げて成果を出したいんだよね、はい、だからメジャーの牧場じゃないわけ。まずそこで優勝するために選手を取ってきてるから、その選手を応援したい気持ちはあるけども、やっぱりチームを優勝させるのが球団としての使命じゃんね、うん、ってなったときに、そんなメジャーに行けるような選手を優勝もできないのに簡単に出せますかって話よ、うん、その選手いなくなったらもっと優勝できないじゃん。ファンの人も優勝して、はい、ありがとう、ありがとう、あと頑張れみたいな、うん、選手もよし、はい、ファンもよしみたいな。でも本当にもっと早くメジャーに行きたいんだったら、うん、ロッテを優勝させなきゃいけない、うん、